阪神タイガースのファームは日本のプロ野球球団、阪神タイガースの下部組織として設置されているファームチームであるウエスタンリーグの球団の一つ運営法人は一軍と同様株式会社阪神タイガースにリーグ分裂に再始毎日オリオンズによる大量の選手引き抜きにあったことを直接の契機として選手の育成を図る目的で1950年に 創設された。同年夏、巨人、小畜の2軍とともに、北海道巡業を実施。11月24日、10チームが参加した、日本マイナーチームトーナメント大会の決勝戦において、南海ホークス2軍に敗れ準優勝に終わる。その後は主に1軍の前座試合を行っていたが、1952年に結成された、関西ファームリーグへ参加。 1954年、関西ファームリーグを脱退しセリーグ加盟球団の2、軍により構成される新日本リーグに参加する。この際、各球団とも一軍とは別の球団名と、本拠地を設定することになり阪神ジャガーズに改称神戸市民運動場野球場を本拠地とした。この時点では一軍の名称は依然として、大阪タイガースであったため、一軍より7年早く、 阪神を正式名称に含めたことになるが、その理由についてはジャガーズが本拠とした神戸市が、大阪都市圏の範疇に含まれないことに配慮したからではないか、とされている。新日本リーグの1954年後期シーズンで優勝し、2000選手制の優勝決定戦で前期、優勝の読売ジュニアジャイアンツと対戦、2勝1敗で優勝する。翌1955年、 関西ファームリーグを母体として新たに結成されたウエスタンリーグに参加。1957年には一軍より4年先駆けて阪神タイガースを正式名称とした。その後、1979年には阪神国道線の廃止を受けて甘崎市の道、浜田車庫跡地に建設した阪神浜田球場に本拠地を移転。1995年からは、 浜田球場の老朽化に伴って、当時としては、最新鋭の施設を整えた、坂上なりオバマ球場を本拠地として活動。2010年から2012年には、育成担当コーチが3から4名に増員されたほか、育成チームによる強化試合が組まれていた。2013年以降、育成選手との契約解除やドラフト方針の転換による、 育成選手の減少を背景に、育成担当コーチを呼び、育成チームは事実上廃止されたが、2016年より、再び、育成コーチを新設。2021年現在も公式に、三軍と呼ばれる組織はないが、若干なの、育成コーチが在籍し、育成選手、研修生への指導や故障で戦線を離脱している、選手のリハビリやトレーニングを担当している。 2016年から2017年まで二軍監督を務めていた掛布正幸は三軍の創設に意欲を見せる発言をしていた。また掛布の二軍監督就任を背景として、鳴ル浜球場の収容定員を超える観客動員を記録する試合が増加。老朽化に加え敷地スペースの関係で施設の増築が難しく、 現状では手狭になる恐れがあるとして、本拠地移転を計画。神戸総合運動公園や球場などが、候補地に上がり、タイガースタウンや3軍の創設なども報じられる中、最終的には2025年をメドとして、天ヶ崎市小田南公園へ移転することを決定した。阪神なるお浜球場すべて、兵庫県内。南海ホークス館。 南海ホークス40年史130ページ、AB 阪神、鳴尾浜に代わる、新球場建設へ阪神に二軍本拠地移転プラン、神戸第二など、候補早ければ2017年シーズンから、掛布阪神が、ほっともっとフィールドへ移転。阪神、二軍の本拠地を、鳴尾浜から天がに移転検討2025年の完成を目指す。スポーツ放置。 https, ホチニュースアーティクルズ2020万1000オート 1t5 万171 html 2020年10月2日閲覧。新、虎の穴計画。阪神2軍本拠地に天がさ大物が候補、手狭ななるお浜から移転。ケ k スポーツ。https, www.sanspo.com, アーティクル。 2019万1002から 2FU56D4UV4 にアルカフトペキ装備エグゼス 4E、阪神二軍新施設2025年2月に、共用開始、小田南公園誘致、天賀崎市と、基本合意へ。デイリースポーツ。2021年5月14日閲覧。阪神二軍本拠地、天賀崎いてにへ、球場整備などで首と協定。朝日新聞。 2021年5月22日閲覧。ありがとうございます。